続いて前田です。おっと一歩出ました。体を伸ばした伸身の2回宙返り。今年25歳になります前田。ちょっと詰まりましたけどね。3本目が前方系の連続です。この選手も社会人になってこう急激に強くなった選手ですね。そうですね。ドルトムント、そして去年のあのサバエ大会の代表でもあります。前方の伸身の宙返りでひねりは1回ですね。さあ最後ですね。あ、ひねってきました。来ました。着地もきれいに決めました前田です。あ、いい出来ですよ。まあ、前方系のシリーズのところで、ね、少し体重が後ろにかかって、うまく回れなかったんですけども、まあまあ出来栄えとしては上々でしょう。前田もこの大会にかけてますよね。二次予選、そしてこの NHK 杯と、これは最後のところですね、はい。二次予選では、まあ、ほとんどこうミスの少ない選手なんですが、鉄棒でミスがありまして、まあ、本人も非常にショックを受けてましたけれども、そうですね、まあ、そのあたりは気持ちの切り替えも非常に早い選手です。本当にこの2年ぐらいで急成長しましたですね。先ほどの田中の床の得点は 9.40 です。